鉄骨にネジがブスッと刺さっていますジョリジョリと切れ目を入れて屋根裏からのアース線を端子付きコンセントに接続しカバーを取り付けたらご自宅のアースは 適切に接続されているのでしょうか確認するかしないかはあなた次第です。